自己紹介お願いします、はい、岩口かのんです。高校1年生の16歳です。すごい緊張しました。すごい、もう声に表現力がすごいあって、入り方も全部なんかセクシーでしたね、うん、ありがとうございます。どういうコーチするかをプレゼンしようよ。なんかそうですね、自分だったらっていうやつね。じゃあ僕は、うん、今こう世界観の広めの曲だったじゃないですか、うん、もっとこう例えばアコースティックギターと何こう歌だけとかで声が際立つような、声が際立つような、そう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 、うん、僕コーチね、いや僕がコーチしてもらいたいぐらいですけど、むしろね感情を殺したり歌詞がないような曲で声だけで聴いてみたいなと。武器を使わないで逆に歌ったらなんか新しいものできないかなみたいな、うん、いや私はやっぱりあの自分でもバラードを歌いますし、その自分も歌う時にこう表現力っていうのものをあのこの気持ちをこう歌に乗せるだけではなくて、聴いてる人の心を浄化できるような感じで私はいつも歌うように心がけてるんですよ。だからそういうものをあのちょっとあの一緒にこう勉強しながらやっていけるかなと、はい、思います。はい、菅さん。こういう感情を込める歌っていうのは比較的やりやすいし表現しやすいんだよね。だから表現しづらいような曲をあえて自分の中にこう持ってこれる、なんかちょっと陽君と似てるんだけど、それではコーチを一人選んでいた。いやなんか逆にちょっと緊張しますね。こんだけいい逸材だとね、名前を言っていただくっていう感じですかね。じゃあ、じゃあかのんちゃんが決めたコーチのお名前を呼んでください。菅氏かおか、HY 中曽根泉か、マキシマムザ亮君か、ユーリか。中曽根泉さん。いいですか。お願いします。これ楽しみだよ、楽しみ。
ねえ、あなたなんか沖縄っぽいもんね。おめでとうございます。ありがとうございます。2人目振り向いてくれた時泣きそうになったでしょ、ね、声がもう無理だった、もう、ね